さては一座の皆様方へ、ちょいと出ました私はお聞き取りの惑星で、出ました道行くもお気に召すようにゃ読めないけれど、習い覚えた一つげ河内温度の河内温度の、ああしゃみたあるゆえに
飽きない始める段取りすれど先立つものは佐渡の石思案の挙句娘の雪三年間の見習い母子借りたお金の60円持って帰るその途中ばったり与田弾みにおい梅よこりゃ少ないが小遣いじゃと今度出したる今度出したる別れて消えるあの添え物帳よそのお金返してもほらほと小兵が夜の明けるを待ちかねまして大助さんを引き連れてテニス屋さんへと乗り込んだしかしかこういうわけ夕べにあげたあの衆にもらわなんだと諦めてどうか返してくだされと白髪頭を下げたなながら大家さんそれはできまへんのじゃ東京あたりのおひき様はな芸人やその通りにあった主義返せなんだというようなそんな気の小さい客は一人もおらんやっぱりな髪型ゼロじゃいうことはいちいちいやらしいわい水あふれお前それでも人間か
さんに餅屋の店だけは開かずじゃ、あの女方にの恩知らずに見せてやるんじゃ。熱く